じゃあ、これ収録なんだよね。え、収録です、うん、なんか問題あったら、題名とかすぐ出てこないよね。しかし今、僕が思い出す思い出す、あと俳優とかね。あそこで今 昔と違ってあらかじめちょっと予習してないからあれだな。で前ちょっとため口だったらごめんなさい。それ別に構わないですよ、ね、その方がいいでしょ。前に話聞いた時に、官房長官時代に東京離れらんないんで、休みはほとんど映画館行ってるんで。ああそうそうそうだったな。それは前から映画そんな好きだったんだっけ。映画はね私好きだったよ。小学校とか中学校ぐらい。小学校と中学校の時からまあまあ好きだったね。渋谷が近いからってこと。あ渋谷が近いから、まあ、これ始まってるんだこれ、渋谷が近いからさ、映画の街だったんですね。映画の街で、あそこはパンティオンってあったじゃない。あったあった、東急文化会館です、ね、東急文化会館にね、で、あそこにいくつかあったんだよね、映画館がね。上に渋谷東急、渋谷東急があったし、だからそういうところで結構見てたな。僕もほとんどあそこで見てるので、同じ時に行ってるかもしれないですね、ディズニー映画とか多かったな俺子供の頃は。いや子供の頃はディズニー映画で、小学校の頃はね、101匹ワンちゃん大好き、はいはい、そういうやつやね、メリーポピンズ、はいはい、懐かしいけどね。ジュリー&リュースさんね。小学校5年ぐらいでしたねあれ、僕は、あの映画で映画監督になりたいと思ったぐらいですよ。あそう、メリーポピンズで。メリーポピンズだね、メリーポピンズのジュリアンド・リュースはサウンド・ミュージックにも詳しいね、やっぱ出てね、ほとんど1年違いぐらいですよね。1年違いぐらいかな、あと小学校の低学年の時に101匹ワンちゃん大行進だったんだよねあれ、あれも強烈に覚えてる、犬よりもクルエラっていうあの悪役の、ああそうそうそうこんな長いタバコ、キセルのタバコ吸ってるおばさんが怖くてね。あの時そのやっぱりアニメーションっていうのは基本的に、まあ、当時はディズニーだったじゃない、レベルの高さから言ってもね、段違いで、段違いで、で毎年毎年ディズニー映画が来るんだよね。ああそう、1年に1本ぐらいね、漫画がね、1年に1本ぐらい漫画とね、あとコメディーかな。ああ、フラバーとか、ね、フラバーね、覚えてる。あのすごい、あのうっかり博士の大発明、そう、あの弾力のあるそうなゴムみたいなやつよね。そうそうそう、で靴の下につけるとジャンプができるからバセット、バセット、そうそうそう、あれ覚えてるね、めちゃめちゃ面白かった。あれ面白かったな。だから結構小学校の時はあと母親に連れられて、見に行ったのもあるな。やっぱりパンティオンに、マイ・フェア・レディを、母親に連れられてね、あのいっぱいだったからその階段に座ったんだな母親と二人でそれだ、だから当時は階段に座って見てもよかったの。今、ね、あの立ち見っていうかもうはみ出て横で見てましたよね。あそうでしょ、で今消防法上なかなかそれは許されないんだと思うけど、で当時はみんな立ち見とかいっぱいあったね。僕ディズニーの南海漂流って映画を、親父の肩車で最初から最後まで、ああそう、親父も大変だったと思うんだけど1時間半肩の上で見たことあるわあの満員だったんで。だから当時はだから娯楽の王様だったからな、あまりと。でもマイ・フェア・レディって小学校の5、6年だと思うんだけど、面白かった見て。それほど面白くなかったけど ね。メリー・ポピンズは分かるけど子供でも楽しいから、マイ・フェア・レディはそれほど面白くないんだけど、でミュージカルじゃない、でミュージカルってなんとなく違和感を感じるんだよねいきなりこうやって話してだからいきなり歌を歌うっていうそれはそういうもんだからね。そういうもんだからなんでいきなり歌うのみたいな感じでねだけどメリーポピンズだってミュージカルじゃん。あそう、メリーポピンズそうだね、あっちだけどあんまり違和感ない、そんなに違和感がなかったね、何か一番なんか映画が好きになったきっかけ、僕本当にメリーポピンズなんですよ、まあ、話を合わせてるわけじゃなくて、僕らの世代だからってことは、何かありますか。やっぱりディズニー映画かもしれないね。101匹ワンちゃん大行進ぐらいからかな。あれ小学校の1年のとか2年、2年ぐらいの時かな、僕も強烈だったから、あの頃だけどシンデレラとか白雪姫とか、あ白雪姫もあったね、あのリバイバルでね、毎年1回ずつ、そうそうそう、リバイバルですね、ワンワン物語とか大抵見てるな、でだからメリーポピンズに行ったんだろうな、まあ、日本映画もそういうのにあったんだよな、あの時、あの頃、あの、怪獣映画とかね、ゴジラ、渋谷の東宝が道玄坂の途中にあったから、ああそうそうそう、あそこよく行ってたな僕も。であれとあと若大将シリーズだね。僕らが大学生の頃に、リバイバルで若大将シリーズってやってて、
吉祥寺東宝に大学の授業サボっていくと、うん、体育会のやつらが合唱してたのよ、うん、映画館の中で。あ、そうなの、うん、いなかった、そんな感じ。いないいない、それは体育会みんな好きだったもんね、若大将。僕も大好きだけど。若大将氏ですね、うん、田中邦衛が青大将でね、うんうん、あ、確かね、あれ怪獣映画と2本立てで一緒じゃなかったかな。そう、大抵そう、大抵そうでしょ、うん、で別に若大将見に行ったわけじゃないんだけど、全くそう。で子供だからね、若大将シリーズそんなに面白くないんだな、うん、あの 見に行ったかったのはだから怪獣映画だったな、うん、だからそれは。でもなんか田中邦衛が面白いから、うん、あとまあエレキの若大将とかかっこいいから、あ、そうそうそう、つい見ちゃって、で大学の時に怪獣映画また見ようと思わなかったけど、うん、若大将見たら、うん、なんか面白いじゃん、うんうん、大学の頃は加山雄三が復活をしたんだね、うん、あの新しいアルバム出して、でなんか借金をそれで返したっていう話だったな、それで。詳しい ね、あのパシフィック、茅ヶ崎のパシフィックホテル、パシフィックホテルでそういう、まあ、どうでもいいことを覚えてるんだね細部にわたって、うん、政治の方もそれぐらい覚えてるんでしょ、だって最近忘れちゃうけどね、うん、最近後になってからどうですか、あの美しい国へで、あ、そうそう、あれでね、あれで三丁目の駅で話してて、うん、前飲んだ時に、うん、あの小池がエアで指輪つけるところ芝居付きで全部やってくれたじゃん、うんうん、あれ感動したんだよねだからうわこの人見まくってんだと思って、うん、でね、あの時あの美しい国の中に書いたのは三丁目の夕日と、うん、あとね、ミリオンダラーベイビーだなを書いたんだけど、ミリオンダラーベイビーってあのクリント・イーストウッドのボクシングだよ、クリント・イーストウッドの、はいはいはい、ヒラリー・スワンク、ヒラリー・スワンクが、うん、モーガン・フリーマンと一緒に出て、はいはい、あれは名作だったなと思うんだけどね、うん、あの映画ってクリント・イーストウッドが、うん、ワーナーからこんなのお客入んないって反対されて、うん、もういいから自分で作るって言って4週間で撮っちゃったんだって。あ、そんな短いことで、ものすごい短い、まあ、だって割とすぐ撮れそうな映画じゃない。まあそうね、そしたら大ヒットして、うん、アカデミー賞、あ、そうそう、あれハッピーエンドじゃないから全然ね。うわ、そうだっけ、ね、あれハッピーエンド、そう、ね、いやいや、むしろ非常に彼女がだって言えないけど、むしろ非常に暗いんだけどね、うん、そうだそうだ。でそのそれぞれのあれはアイリッシュっていうさ、アイデンティティを非常に色濃く出してる映画なんだけど、うん、で非常に深いものがあったなと思うんだけどね、うん。